はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年3月の4日木曜日でございます。今日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。アメリカの、ね、長期金利が上昇しておりまして、再び上昇しておりまして、株式市場はですね、大幅な下落を見せております。ニューヨーク株式市場、東京株式市場ともに大きく下落しております。一方ですね、仮想通貨の方は底堅い動きを続けております。中でもですね、アルトコインのエンジンコイン、こちらが連日で大幅な上昇を見せております。そのエンジンコインがどういうコインなのか、まあ、これ今後についてですね、エンジンコインの今後について、そして現在長期金利が上昇している株式相場、これがね、どういうふうになるか、そこら辺についてですね、語っていきたいと思います。アメリカの、ね、長期金利10年国債ですけれども、現在ですね 1.5% とですね、再び、ね、上昇を見せております。まあ、これによりまして、ナスダック、ハイテク株の、ね、銘柄の多いナスダックですけれども、こちらがですね、大きく下落しております。まあ、高 PER の銘柄が、ね、売られやすいという傾向ですよね。まあ、インフレの、ね、懸念も台頭しているということもありまして、まあ、この点でですね、仮想通貨というのは、まあ、インフレヘッジのね、そういう可能性があるというところ、まあ、金やコモディティなどとね、同じ扱いなんですけども、まあ、そういう可能性があると見る一方で、まあ、これもね、仮想通貨も株式相場と同じように動くんじゃないかという動きもあるんですけど、まあ、今時点のところではですね、仮想通貨に関しましては、まあ、リスクヘッジのね、インフレヘッジの動きとなっているような感じですね。ではですね、この今急騰見せているエンジンコインですけどもね、これがね、エンジンコインがどういうものかということをね、ちょっとね、軽く解説していきたいんですけども、エンジンコインはですね、2017年に誕生し、オンラインゲームのね、プラットフォームとして利用されているということですね。エンジンプラットフォーム上で利用できる仮想通貨で、まあ、これがね、イーサリアムをね、ベースに発行されているということですね。でエンジンコインにはメルトという機能があり、これはエンジンプラットフォーム内で発行し、必要がなくなった NFT をエンジンコインに戻すというものだそうですね。まあ、エンジンコインは、エンジンプラットフォームはオンラインゲームをするためのプラットフォームで、35種類ものオンラインゲームで利用する NFT を発行するために連携されているということでございます。オンラインゲーム内ではユーザー間でアイテムの売買をすることもできるようですね。まあ、このようにエンジンコインはですね、そういう、オンラインゲームなどね、ゲームに特化したコインということですね。エンジンでは異なるゲーム間でアイテムの売買もできるようになっているようです。例えば A の RPG ゲームのアイテムを B の RPG ゲームのプレイヤーに売るということも可能ということですね。エンジンコインはその時に使う基軸通貨のものということですね。まあ、ゲームで、ね、遊びながら稼げるというところもあるようですね。エンジンコインはエンジンプラットフォーム内のアイテムの売買を使うだけでなく、ゲームで遊びながら稼ぐこともできるということですね。このように遊んで稼ぐことができることで、プレイヤーがゲームに飽きず継続してプレイし続けることのインセンティブにもなりますということです。さらにゲーム内のアイテム売買だけでなく、異なるゲーム間でアイテムを売買して、そのアイテムが使用ができるという新しい体系を提供できるため、今後エンジンコインの利用を増加したり、価値が上がる要因になり得るでしょうということですね。まあ、このようにエンジンコインですね、まあ、ゲームに、特化したコインということで、さらに、もうしっかりですね、この利用者を獲得しているというところがやっぱ強みですよね。まあ、そういう中で現在急騰を見せているエンジンコインですけどもね、時刻16時30分現在なんですけども、140円を超えてきましたね。141円ということですね。 45% もね、上げておりますね。いや、これ急速な上げでね、すごいんですよね。まあ、他の、ね、仮想通貨もね、本当底堅い動きを続けてるんですけどもね。まあ、コインチェックの、ね、銘柄なんですけども、この、まあ、50% 以上の、ね、急騰を見せて、まあ、市場で、ね、注目を浴びているということですね。で、またね、この NFT のこの特化型のスクリーンソリューションを発売したことなども、ね、交換されたということですね。さらに、今月の2日にはですね、国内大手取引の GMO コインでもエンジンコインの上場および積み立てサービスのね、
提供が開始されたということですね。エンジンコインに至ってはすごい追い風のニュースがね続々と出ているということで、この上昇のね背景となっているようでございます。ではですね、現在のね仮想通貨価格を見ていきたいんですけども、ビットコインですけどもね、現在530万円、 0.3% の上げでございますね。でイーサリアムは16万7000円、こちらもね、0.15%、まあ、ほぼ横値での動きですね。リスクは339円、ちょっと下がっておりますね、 0.4%。 リップルは48円、こちらはね 2% 上げておりますね。でネムはですね、現在78円、まあ、昨日と比べてね 9% 下がっていますけれども、高い位置での動きですね。ライトコインは2万円、 2.7%。 ビットコインキャッシュは5万5000円、 2.4% 下げております。モナコインは219円、こちら 1% の下げ。ステラルームは44円、こちら 1.3% の下げですね。 IOST はね上げてきますね、 4.79 円ということで 6% 上げております。でエンジンコインがね142円ということで46円ということですね。まあ高安まちまちとなってるんですけども、株式市場が大幅に下落を見せている中、この仮想通貨相場はですね、まあ変わらずか、まあ、若干安、まあ、中には特化して高くなっている銘柄もあるということでですね、まあ、そういった面で、まあ、コモディティ、このねインフレヘッジの動きはね、仮想通貨には今日現在、昨日今日現在ではね、そういう動きとなっているというところですね。それではですね、昨日のアメリカ市場の値動きから見ていきたいんですけれども、ダウはですね121ドル安 31,270ドルで取引を終えました。割合としたら 0.39% と、まあダウはですね、まあ、小幅な下げだったんですけども、ナスダックですね、ナスダックが361ポイント下がりました。こちらがね 2.7% のね大きな下落です。 12,997 ポイントで取引を終えました。 S&P500 もですね50ポイント下がりまして 3,819 ポイント、こちらね 1.31% の下げということですね。ナスダックのねこの下げがねちょっときついですね。ニューヨークダウはね続落、121ドル安ということでね、長期金利の上昇に伴いまして、ハイテク株がね本当総崩れとなってしまいました。3日のアメリカ株式市場のダウ工業種30種平均は続落し、前日比121ドル安の 31,270 ドルで取引を終えました。まずねワクチンの普及の期待感からですね、朝方はですね買いが先行したんですけども、アメリカのね長期金利の上昇に伴いまして、ハイテク株へのね売りがね急に膨らみました。ナスダック総合指数が大幅安になるにつれ、ダウもですね、朝方は高かったんですけども、その後ね売られてしまいましたね。取引終了にかけてね下げに転じました。アメリカの長期金利が一時ね 1.49% と、前日比からねまた 0.1% 上昇したということでですね、まあ、特にね高 PER 株価収益率ね高い銘柄などね、割高感からね意識されたというところですね。ハイテク株は総崩れとなり、マイクロソフトやアマゾン .com、 スマートフォンのアップルなどもね、まあ 2%、 そういうふうな下落となりました。電気自動車のねテスラもね大幅安、でビデオ会議のねズームもね、かなりの大幅安となっておりますね。連日の大幅安となりました。まあ、一方ね、ワクチンの普及で経済の活動はね正常化するという期待も進む中ですね、まあ、原油高や、金融株などね、エネルギーとか、金融株などはね高くなったというところですね。なのでダウの方はね、まあ、小幅安だったということですね。そういう流れを受けまして、本日の日経平均株価ですけども、日経平均はですねまたね急にね、急落いたしました。本日の日経平均ですけれども628円安 28,930 円でね取引を終えました。トピックスも 19.8 ポイント 1,884 ポイントですね。日経平均はね 2.13% の下落ですね。トピックスは 1% の下落。マザーズがね下がりましたね、 25.85 ポイントということで 1,171 ポイント、 2.16% とね、やっぱりマザーズはね 2.16% 大きく下げますね。デスダックは 1.75 ポイント下がりまして182ポイント、こちらはね 0.95 ポイントの下げでございました。日経平均ですけども、アメリカの、ね、長期金利の上昇に対する警戒感が広がり、日経平均株価は628円安の 28,930 円と、ね、急反落いたしました。
昨日のね朝方というかニューヨーク市場の朝方なので日本時間では夜中ですけどもね、まあ、日経平均の先物は高かったんですよ。高くて今日はですねこのまま3万円を、ね、回復するんじゃないかというね、そういう期待感もあったんですけども、その後ね長期金利の上昇に伴いまして、アメリカナスダックがね総崩れとなったということで、日経平均もね、まあ、予想通りまたですね、下がりましたね。東証一部の値下がりの銘柄はね実に 59%、 値上がりはね 36% でした。出来高は12億8561万株、売買代金は2兆7612億円でした。業種別では非鉄金属、情報通信業、その他の製品の下落が目立ちました。上昇はね上昇した銘柄もありました。海運業、不動産業、銀行業などは上昇いたしました。個別銘柄ではソフトバンクグループで、ソフトバンク携帯電話のですね、で NTT が売られました。ファーストリテイリングもね急落いたしましたね。任天堂も大幅安となっております。ソニー、東京エレクトロン、日本電産、キーエンス、村田製作所もね値を下げております。まあ、反面ですね銀行株、三井住友銀行などは強含みましたね。で日立造船もストップ高となりました。まあ、郵船も値上がりいたしましたね。まあそういう感じですね、日経平均も下がっております。株式市場はね、まあ、この長期金利の上昇がね、まあ一服するか、まあこの高止まりしない限りちょっとですね軟調な動きはね続きそうですね。まあ、明日はですね金曜日、アメリカの株式市場では雇用統計の発表があります。まあ、この雇用統計の発表に伴いましてですね、また株価、為替などもね、まあ、大きく動く可能性もあります。まあ、どちらに動くかというところはね、難しい判断になるとは思うんですけども、まあ、特にね為替の方なんですけども、現在ですねドル円がまたね高くなっておりますね。現在107円と141円ということで、107円台にね乗ってきましたドル円ですね。ユーロ円もね129円ということですね、129円台ということで、ドル高、ユーロ高で円安がね進んでおります。為替もねそういう動きとなっておりますので、まあここの為替の動きもね、チェックしながらですね、まあ、明日の雇用統計のね数字などをね見定めていきたいと思います。はい、以上本日は2021年3月の4日金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。